水野美優役の福本莉子です。篠原修也役を演じました松田元太です。本山優斗役を演じました板垣瑞稀です。お願いします。吉村智香役を演じました横田真由です。よろしくお願いします。丸井咲子役を演じました莉子です。よろしくお願いします。これ今回ですね、事前にインスタグラムのストーリーズで皆さんへの質問をお寄せいただいておりました。で今回はその中からもうたくさん来たんですけれども、皆さん全員お答えいただきたいよというものだけ厳選をしております。じゃあ第2問目いきたいと思います、はいはい、撮影中印象に残っている珍エピソードがあれば教えてください。雨のシーンを撮るときに、なんかいろいろ着替えたりとかメイク直しとかしてるときに、男性陣は中にレインコートみたいなのを多分仕込んでて、この着替えから出てきてレインコートの状態で出てきた松田さんが急に嵐さんの嵐を踊り始めたっていうのは今弾いてるね。弾いてないです。見てました。いや覚えてるのかなと思って。忘れてるの？いや覚えてるし、嵐さんにすいませんって今めっちゃ。その顔だったの。なんかうんって顔してたから。レインコートでデビュー曲踊られてたじゃないですか。あ、そうですよね。結構斬新な直属の先輩が踊ってらっしゃって、気づいたら。そのやっぱ雨のシーンだったから寒いじゃないですか、はいはいはい、体も、うん、かとりあえずこう踊って温めちゃうみたいな、めっちゃ笑ってて、でこっちはなんかもうスンってこの後俺あやめられんのかと思ったんで、もうないものみたいな感じ。覚えてますだから。福本さんも覚えていて、どういう気持ちで見てたんですか？でもなんか思い出したのもつい最近で、それまでずっと忘れてたんですよ。でなんかこの間の取材日の時に、あそういえばみたいな、踊ってたよねって話だって、踊ってたみたいな。でその時もすごいいっぱいいっぱいだったから、多分もう雨のシーン、自己シーンってなってる時にも隣見たらなんか踊ってるし、だから多分ちょっとスンってしてたのかもしれないですね。踊ってるわみたいな。めっちゃこっち真剣に考えてるね。そう、うん、めっちゃ踊ってるんでしょ。めっちゃ踊っててめっちゃ笑ってるんでしょ。他に珍エピソードありますか皆さん？その話の続きなんですけど、そのなんかまあね、結構賑やかにやられてたじゃないですか、嵐踊ってみたいな、うん、なんか元太がその撮影の日に、俺多分それいなかったんですよね、うん、いなくて、で後から行って、で元太がまあこうレインコート着た状態で楽屋にいたんですけど、おい水木みたいな、どうしたどうしたみたいな、なんか嵐今日来るらしいぞみたいな。俺からしたらもう意味わかんないネタだし、でもなんかうわ嵐ね、ジャニーズのね言ってるし嵐来るんやみたいな、だからね笑っててスンとして騙されてるみたいな。なんかすごいひどいやつだなって思いました。そうやってふざけて明るくしてくれたりはしますけど。莉子さんはどうですか、珍エピソードありました？うん、でも瑞稀くんがミュと3人で投稿するあの一本道のシーンで、お面を持ってきたのが持参だったんですね。でなんか本当に知らなくてびっくりしましたよね、あの時急に出てきて。びっくりしたですよね。知らないか、うん、福本さんはどうでしたそれ見て。すごい面白いなと思って、なんか役に合ってるよね、でもなんか、うんうんうん、それがすごいなと思って、人としてすごいおもろいなと思って嬉しいっす。さあそして続いて第3問目いきたいと思います。本編の中で好きなシーンはどこですか？でも最後のシーンですかね、うん、あそこはなんか、あこの映画がすごいまとまったなっていうか、なんかすごく現実なんだけど、なんかファンタジーのこう感覚もあって、でもそれが現実っていうかね、すごい大事なシーンでもあったし、最終日だったしね、なんかいろんな思いがやっぱりありましたね、うん、詰まってた。ガッキーは犬。俺犬？スカイタワー三世主演だった。そう主演だった。あっという間にゃここの話、おかしい人が本当に本当におかしい人が戻って、もう一度夢じゃないあなた。目を覚ますと大切な人を失い、事故の朝に戻ってしまう。戻ってる、同じ日を繰り返してる。私は修也を助けたい。素直に話せないから手紙を書いてる。何度繰り返しても運命は変えられないかもしれない。それでも私は修也を助けたい。感動のラストが待ち受けるタイムリープラブストーリー、君が落とした青空。